ひなです。ピンクラテ TB 始まるよ、イエーイ。はい、ということで、なんで一人かと言いますと、今日はドッキリを仕掛けたいと思います。でね、今日ドッキリを仕掛けていくターゲットはレイラちゃんです。本当は私がかけられる予定だったらしいんですけど、私がちょっと早く来すぎちゃって準備が間に合わなかったみたいなので、レイラちゃんにかけ直すということで、今日はですね、朝楽屋に来たら誰もいないドッキリです、イエイ。これは意外と驚くんじゃないかな。レイラちゃん入ってるのに、あれなんでいないの、あれメイクさん、あれスタッフさん、あれどこにいるのみたいな感じで、ちょっと困惑したね、可愛いレラちゃんを見ていきたいなと思います。それではどうぞ。で、一応電話がかかってきたのために携帯はスタンバっておきます。本当は11時入りなのに、なんか10時36分に来ちゃって、早く来すぎたから準備ができなかったっていう。カメラを仕掛けてるところか、そういうところですよね。階段登ってる時もなんかスタッフさんがあばばばって走ってるなと思って、どうしたんだろうなと思ったらドッキリでした。全然気づかなかった。でもこれスタジオ間違えたかもってなります、私絶対。ユナだったらまずどうする？ママに電話します。じゃあなんかいないんだけど、どうすればいいと思う？その後時間簿みたいなやつ見て、ここだよねちゃんと確認して、来ないなと思ったら、ちょっとスタッフさん一人ずつにちょっと電話をかける。だから電話はかかってくると思うんですけど、すぐバレたらどうしよう。すぐバレたらアリアにもやる。やめましょう。第2回戦。意外と入ってきて、ガチャって入ってきて、あれってなったけど、すぐ椅子に座ってこう待機したらどうします。レイちゃん来ましたけど、あ、なんか横向きになったのに、あれ？あ、できた。あ、あ、できました。戸惑ってますね。入って、キョロキョロしてます。はい。こちらに。あ、携帯触ってるかな？誰かにちょっと電話交換するんです。とりあえず、こっち側に来て、メイクして、こっち側に来ました。あ、ちょっと。うん、こんな感じですね。意外と分かんないですか、ね、私の荷物がないからちょっとあれってなってんのかな。え、そんなら持ってきてよかったか、パチって難しいの、携帯って難しいの、あれ、はい、分かったです。荷物をとりあえず置きました。置いて携帯触ってますよね、今。ですね、確かに。電気はつけないようです。なんでこんなに大変なの？持ってきました。独り言とかあんまないんですよ。ですよね。LINE とかかな。あ、おはようございます、今着いたんですけど誰もいないです、どこにいますか？遅刻つけちゃダメだよ。戻りました。あ、長押ししてやるってですよね。でもお母さんよりもノルタンさんに行きましたね、先に。で、なんかですよね。はい、優秀ですよね。私めちゃめちゃ焦りますよ、絶対。こんなに予定だったんですよね、私も本当。でも落ち着きないんですよね、座ったりとかはしない。いや、ずっと歩いてます、ずっと歩いてます。あ、電話、誰かに電話かけちゃいました。来た、出ますか？どうします？出ない方がいいですかね、これ。もうちょっと放置してみます。出ないなって、なーって、めっちゃ近い、近づいてるね。あ、うっと、まだ電気はつけないみたいですね。うろうろしてます。カメラにすごい近い。え、
カメラ気づきました。行きます？気づきましたよね、カメラ。だってこのちょっと待って。わかりました。カメラ気づかれました。突撃します。行きます。てってれどういこら。まあ。ドキリ大成功。めっちゃ焦った。どうだった？最初入ってきた瞬間、この出かけてるかと思った。あ、どっかに、うん、めっちゃずっとうろうろしてね、うん、電気つけてる、ね、途中ね、ピコンってなって、え、撮ってると思って、ピコン、そう、ピコンって撮る携帯のこれ、え、これが切れた後かな。あ、そういうか。ピコンってなって撮ってんのかなって撮ってた。すごい感が鋭い。先生来た時気づかなかった。気づかなかったです、うん、はい、では急遽アリアちゃんにもドッキリを仕掛けていきたいと思います。エコちゃんもね、かけようと思ったんだけど、意外と来るのも早かったみたいで、うん、かけなくて今1時11分なんですよ。入りの時間が1時半なんで、そろそろ来るのかなみたいな感じです。全然来なかった。どうしよう、めっちゃギリギリに来たらどうしよう。え、もう来た、もう今来ました。そっか、閉まってました。あれ、あれ、でもドア開けて閉めてる。いないと思って閉めた。うん、またガチャ。あ、来た、来た、来た、来ました。止まってますね。カメラ見てない？見てない？あ、カメラ見てて見てるの？え、これバレ…カメラ見てる。カメラ見てた。身長が高いから見やすいから。ちょっと手振ってる、手振ってる、早っ、早っ、めちゃめちゃ…まだ突撃します。行こう。ピンスター、ピンスター。意外と分かりやすかったな。え、最初にはさ、場所間違えたと思ってめっちゃ調べたら、あ、合ってたと思って、あれ、あれ、いや、詳細が間違えてるみたいな。一回開けてました。一回開けて、あ、で、あ、みたいな。めっちゃびっくりした。やばい、今から間に合うかなと思って、他の場所だったら。はい、ということで、ドッキリ大成功なのかな。終わりました。まだ来たまんまなんだけど。いや、なんか来た時本当に、あれ本当に間違えたと思ってめっちゃ詳細を見直してたんですけど、見渡せたら普通にカメラがあって、あ、撮ってると思って、フェイスしてる。あ、撮ってるわと思って。カメラもびっくりしました。あそこにカメラがあったのが気づいて、あれ、みんなそうだった。2人とも、ね、なるほど、カメラに気づいて突撃しました。めっちゃ一瞬だった、気づくのが。もう秒だったよ。パッて開いて、あっ。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。